いたな、この、この脳みそ空っぽおじさんめ。ふん。言っておくが、わしはお前に助けられたなどと思っとらんからな。まだ気にしてんかよ。研究の邪魔である。キー聞きたいことはいっぱいあるんだよな。うん、このね、石板、石板類はちょっとね、一気に聞いていきたいんだよ。なんだそれは。はあ、嘘だろちなみにヘイガー博士は今何の研究やってんの？花火？君のところに翻訳機があるって聞いたんだけど、どれなんだろう翻訳機は。はいはい、特化員バッジ見せたらいいのかな。でもね、持ってるって分かってるはずだからな、向こうは。何渡せばいいんだろう。あ、王様の手紙、そうだ、忘れてた。なんだそれは。じゃねえ、お前が作ったんだろ、特化員バッジって。王様からの手紙あげないと。したら、ちょっと釣り餌をポイして。ポイ、マーキのして。聞くこといっぱいあるんだよね、君に。王様の手紙と、あと石板だね。石板こんなにあるからな。はいはい。これだね、王様の手紙。これをヘイガー博士に渡してくれって頼まれたんだよね。もう何パート、何十パートとか、数パート、すごい前にくらいに。これね。はい。なぬ！王様から手紙？さっさとよこせい。ほんとこいつずうずうしいな。知り合いなるヘイガーへ。今目の前にいる少年は月まで飛んだけ作戦の協力者じゃ。ところでまだパイロットが決まっておらぬはず。この少年を探査船のパイロットにどうじゃ。なかなかナイスな提案じゃろ。二人で世のため人のため頑張ってくれい。王様、王様ひらがななんだな。世のため、人のため、ぬわー、偽善者のセリフに虫が走るわい。ちょっと黒つってまゆりっぽいな、こういうところな。あっちも偽善者、こっちも偽善者、キーほんと変わり者だな、この人。いくら王様の提案とはいえ、お前は、あ、わしはお前をパイロットとして認めたわけではないからな。お前は単にパイロット候補である。見習いである、弟子である、青人祭である、弟子って認めてんだね、でも一応。ロケットに乗りたいなら残っている開発作業を手伝うのである。UR である。邪魔、説明するからよく聞け。ヘイガーグラフィー4。何それ、かっこいい。おお、なんか出てきた。これが浮遊探査ロボ。タル人間シリーズの理論形態を応用したヘイガーロケット7。我が輩が空の天井を飛び越えるために開発を始めた有人月探査船である。月探査船である。ああ、空の天井っていうのは多分宇宙のことか、大気圏とかそんな感じかな。これから言う開発資材を集めてくるんだ。え、また集める任務？絵のやつもまだ途中なのにな。軌道計算機に Q32R1 型回路、冷却システム開発資材、ロケット推進装置 MCM エンジン開発資材。そんなのどこにあんの？この世界の。 HR103 度以上のアルコールを100リットル持ってくるのでもさえ大変じゃん、そんな100リットルなんて。パワーコンソール開発資材、ちゃんと覚えたか？いや、一個も覚えてません。覚えたらさっさと集めてくるので R。 材料集めに出発である。ペーパーマリオにこんな口調の博士いたよな。博士じゃねえや。え、もう悪い話。なんだこいつ。お、話をしよう。愛について。おお。愛とは何であるか。このムーンでよくある急に愛の話するパターンのやつね。この世界の中に愛はあるのだろうか。この世界の外に愛はあるのであろうか。空の天井を越える話をすると誰もが我が輩を笑うのだ。しかし我が輩は空の天井を越えたいのだ。空の天井を越えること、それが我が輩のラブである。夢もラブに入るのか。ふ
くだらん話をしたな。忘れて構わんぞ。あ、なんか今のセリフでちょっとヘイガー博士を見直したというかヘイガー博士って本当はこういう人なんだっていうのがちょっと分かった気がするけど、へえ。こっちの機械類とかも関係ないのか。ハテナ出たな今。は？え、なになになに、大丈夫これ？死なない死なない、大丈夫？お、え死ぬやろそれ。触っちゃいけない装置じゃないの？あ、なんか違うとこに来る感じか。どここれ？今一人いたな動物。どこだよ。曲変えよう。この曲なんて言うんだろう。14番、スプーンジャム、え、 2MD アキラ。よくわからん。開けちゃった。あー、こやつはフリップ、電話の音が大好き。あー、だからか。夜行性サクリファイスアニマルズのメンバー。俺がここに来た時電話鳴ったよね。チャリチャリチャリンつって、その時に来るってことか。こっちは開いてない。へえ。ちょっと音切るか。ここ初めて来るしね。無音なのかな。あ、無音だ。あ、ちょっとなんかポンポンって音がしますね。あ、ロボット君、何も？つか、ここどこ？私の仕事は充電です。何かご用ですか？君の名前は？君の名は？ロビです。ロビ、かわいい。私の仕事は充電です。何もない。サクリファイスアニマルズってやつは何なんだろう？さっきのね、気になるな。あ、何これ、数字。あ、いけたんだけど。どういうこと？あ、テクノポリス。なんかマンション、タワーマンション的な感じなの？そういえば、テラスのさ、あの、双眼鏡で一回覗いた時に、でっかいさ、そのマンションみたいなやつ映ってたよね。それがここなのかな？ここどこだ？ 254 だっけ？適当に押した場所に来ちゃいましたけど。下行けないっぽいな。254は何もないのか。じゃ帰るよ。エントランス000。へえ、まさかこんな新しい場所に繋がってって思わなかったな。テクノポリス、うん、ピコン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 。俺の足音が響き渡ってるよ。あれ、誰か来た。あ、誰か来た。なんだこいつ。私たちはリーマングループ A と呼ばれています。リーマンっていうの？何でピションピションなってるけど。何このサラリーマン風のロボットなんかな。充電することが仕事って言ってたよね、ロビーは。お、グループ B の人が来た。こっちはクラブテクノって書いてある。クラブがあるのか。でかい。こいつもあれか、サクリファイスアニマルズか。でかいな、みんな。キース、キース。あの、なんかどっかの特戦隊にこんな名前の人いなかったっけ。まあいいや。見かけによらずシャイなサックスプレイヤー、しかし乗ってくると自分の世界に入ってしまう。サクリファイスアニマルズのメンバー、やっぱりそうだ。ああ、自分の世界に入っちゃったらちょっとあのバンドに不向きだと思うんですが。こっち行けて。キースはいないね、見た感じ。ここクラブ？これは倒れてますけど調べられない。あ、 DJ だ。誰もいないな。朝だしな。こっちはいけないか。この何？ここの意味深なマンホール的な穴みたいな。
こっちは、あ、起きた起きた、寝てただけだったんだサクリファイスアニマルズのメンバーかと思っちゃったじゃん。私サイケと言います。クラブで働いています。そんだけ。サイケ、もう何か渡すまんもないよな、特にはな。あれどっから来たっけ。こっちか。夜だね、ここはきっとね。何かあるとしても、これも調べられず。こっちは、あ、リーマン来たよ。こちらいつもグループで一緒なのか。彼とはライブイベントの交渉ですこんな声じゃないな。はいね、違いますよ怪しいもんな、見た感じな。借金の取り立てではありません。あ、夜、あー、じゃあちょっと夜また行ってみようかここだけなんか近未来的だよな、テクノポリスだけさ。あ、なんか知らない人いるよ。このグレーみたいな宇宙人みたいな誰この人。あなた人間じゃないわね。私はレディーテクノ。へえ、別に用はないでしょ。冷たいないいじゃん、喋ってって。お、グループ C。 この人も初めて。お、はじめまして、ロボ町長です次期町長もこの私を、この人が一番偉い感じの人なのか。テクノポリスでみんなロボットなんだな。こいつはちょっとなんか宇宙人っぽい感じするけど、僕は完全にロボットだな。あ、この人もね。はいはい、太陽の日は休み。へえ、こっちはなんだ。なるほどね、あの居住区とクラブとここで分かれてるっぽいな。うん、え、何これ、ゲーセンみたいな感じ。ゲームジンギスカン1回10年か。あ、ゲームできるのへえ、ルール説明。ミサイルを誘導し敵基地を破壊せよ。 A ボタンを押せばミサイルは上に加速し、お前が説明してくれてんだね、この中央にいる紫のやつが教えてくれてんだねはいはい、押してない時にミサイルを落下する。これ覚えてるな、ちょっと。ミサイルをうまくね、あの自分の操作で誘導するんだよな。開発中ですよ。あ、これはゲームも気になるんだけど、ちょっと後で。コンピューター何これ、いじってみますか。はっは、どういうこと。ああ、月までの推定所要時間は4日と半日です。へえ、何これ、ロケットの話。これ陛下博士の話と繋がってくんじゃないの。あ、夜になったな、ちょっとクラブ行きたいんだよな。とりあえずゲーム後でで、ね、ここ面白いな、一気に話進みそうな気がするんだけど。さあ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 、クラブ音大丈夫かな。あれこれ、ああ、びっくりした。はいはい、こいつら演奏してんじゃないの、夜きっと。サクリファイスなんとかちゃらなんとかちゃらあ、リーマンいる仕事終わりか。お、始まった始まった。あ、みんな来るみんな来る、いいねいいね踊ってる、かわいい。グループ D、リーマン。この曲は A ボーのメキシカンビートです。リップルームではイメージソウルの TS ミュージック。これまで買えるんかな、バーのお店で。いい音楽じゃん、上がるね。蝶々は孤独なんですよ。あ、レディのダンス。あ、
レディ来た。ダンサー楽しいわ。頭すごい動きしてますけど。へえ。こっちが何 VIP なの。私は旧型のロボットなんですよ。そのことに不満はありませんが、口の場所がちょっとちょっと言うと聞かない感じ。口ね、別に兄ちゃんそんな気にしなくたって。はいはい、終わった感じみたい。ちょっと俺も帰るか。みんなどこに住んでんだろうな。ちょっとあれだな、居住の番号、部屋番号を知りたいんだけどな。レディーとか、でも別にいやらしいことするわけじゃないけど。ね、町長さんの部屋とかあるんじゃないきっとね。あ、やばい。そろそろ喉がきつくなってきてしまった。あれ、みんないなくなっちゃった。早いな、帰んの。ここも行き止まりか。あ、ぽいな。これじゃあちゃんと本当に番号を調べないと、どっかで入手しないとどこにも行けないってことか。そういうことでしょう、きっと。ここにいたら 誰かいたら笑うしかない。まあですよね。阪神ファンが住んでそうな番号を入力してみたんですが、さてさて、いるでしょうかね。まあいないわな。前いないわ。うん、さすがにね、ちょっとね、悪夢だもんね、阪神ファンにとってあれはね。そりゃそうだわね。じゃあちょっと修造さんがいそうな番号に。あれ、4は入らない感じ。番号が暗くなったな、急に。これなんだろう。あ、そっかそっか、もともとそうか。修造さんいないかな。いなそう。しじみ取り行くのね、寒くてきついもんな。もうそれはもうそうだよな。これ絶対金庫と隆々のあのむさ苦しい男が住んでると思うんですけど、これは期待していいですかね。ダメじゃねえかこれ。私の年収は1万ネカです。やめろ、フリーザ様みたいな。過労死はありません。心どうですかね。あ、これ一緒に乗りたいんですけど、ああ行っちゃった。どこに向かって、どこに何しに行くのか知りたいんだけど。なるほどね、テクノポリスか。ちょっと覚えとくか。翻訳機な、翻訳機。これは解読機、これじゃないの。これにちょっと使ってみようよ。パクンテストーン。お、いけたいけたいけた、やった。なんて書いてあるんだろう。解読成功。これはムーンワールドで基盤と呼ばれている古代の石板です。ほう。ここには核運転人の監修言語について記されているようです。褒め、儀式。あ、ちょっと待って、これメモるわ。絶対重要だもんな。褒め。褒めが、儀式。うん。ボマーナが朝。朝、朝、朝だ、朝だよ。で、ドマンサが夜。テロ。俺らの言葉じゃ物騒な言葉だけどね。テロは食う。食う。で、バーマがキノコ。朝とか夜とかにキノコを食うっていう、なんとなくイメージができてきちゃったね。このおかげで。だいぶ、イメージに、よいしょ。イメージができてきたけど。ほう、オッケーオッケー。じゃあこっち、大地の宝物。さあさあ、これは
何が書かれてるのやら。解読不能だと。そんな解読不能とかありえます？マジか。これストックにやっといて、他のね石も調べたいね。じゃあ何かやらやろう。タオの石板からじゃあ行くか。タホってな、普通にただ飼ってる犬なんだけど、何書かれてんの？解読成功。おう、これはムーンワールドで、ああそうですね。何かを生み出すための魔法陣だと。あ、これちょっと今ピンときちゃったんですけど、花火のさ、作った時のあれに似てません？この形、玉屋でやった時のやつ。この石板は何が書いてあるの？プラスとかマイナスとか。ちょっとよく見えないんだけど。あ、数字書いてあるんだ。10とか1とか。そんな感じ ?1、2、2。あ、書いてあるね。一番外側に書いてあるわ。これヒントか。しかしそれ以上解読できません。ヒントっぽいな、花火のやつ。なんでタオの石板なんだろうね、名前が。あったあった。これか。じゃあタコの石。解読成功。タコは何だろう。何かの隠し場所が記されている。しかしそれ以上解読できません。これちょっと見えにくいな。あー、キノコの上からなんか糸を釣りか、これ釣り糸垂らしてってやつは分かった。なんとなく他の意味が分からない。なんだろう。キノコの森でなんか釣りできるんかな。石板が引っかかったように見えたんだけど。じゃあ落ちた少年の物語という石板を解読してもらおう。ああこれもダメか。解読の、ああテレビから起こしてるね。これは俺らは知ってることだけどね。でロケットがあって月があってそこに向かうって話。ムーンワールドから、じゃあ一番ダメそうなこのハテナハテナハテナをやってもらいましょうか。解読の、あ、これあれじゃん。エコクラブじゃないの？はてなはてなはてな。うん。なんとなくわかるよ、今のは。行ったことあるし。ここもはてな出てるな。あ？なにこれ？落ちてるやつか。石には不思議な生き物の絵が描かれている。しかし、それ以上のことは何も読み取れない。これ、ロボット？テクノポリス関係ある？あ、拾えた拾えた。研究室の石板。これは？極秘資料、ヘイガーファイル。あ、なるほど。めくっていく感じか。はてなはてなはてな。あ、これ。蝶々ロボじゃないのこれ。違うか。ロケットに使うって言ってたやつか。ちょっと待って。ロケットの部品にこれもしかして蝶々を使うっていうことはあり得るか。どうだ。怖え。あ、これもそうだな。持ってこいって言ってやつか。サロンの天井探査図、タル人間9号応答受信記録。RS。あ、これあれじゃないの。レインボーロックスにあったやつじゃないの。虹作るやつ。第3ブロック。あ、これ待った。これヒントでしょ。テクノポリスの。あのエレベーターの数字じゃないの。302。302はなんか誰かの部屋かな。で、871。871も誰かの部屋で。199がこれなんか釣り革に見えるんだけど、なんかぶら下がってるように見えるな。
あー、で電車って言ってこう釣り革にしか見えないから。で、113がこれ何、トイレわかんねえ、いやトイレって書いておこう。113トイレ、テクノポリス。へえ、こっちにヒントがあったか、まさかの。これで終わりか。はいはい。へえ、すごいな、ここに来て一気になんか重要なヒントというか。ヘガさんやっぱなんだかんだ言ってすごいんだな。こんだけかな、あともないかな。あ、本棚、あ、本棚って言っちゃった今空間ゼロ理論、国家ヘガーって言うんだ。へえ。パメル空間において存在値ゼロとは、虚数空間においても同じ理論が適用されると考えられている。量子力学的な感じに、ちょっと難しい、頭良さげな話になったな急に。ゼロとは無であると同時に無限の可能性を指す値でもある。うん1は全、全は1ってやつね。他の本を持ってる。ムーンワールドの地質学。はいはい。この世界を断面にしてみると全体が2つの地層でできていることがわかる。上層部は柔らかい地層で形成され、器型の茶碗層が上岸部を支えているのである。へえ。あ、じゃあさっきの石板の絵にもあったね、ムーンワールドはあんな感じなんだな。実験プラント観察日誌。治水の年7月山彦の日、実験プラント完成、 TR 大型をプラントに投入。大河の年10月三日月の日、 TRGO G0 から15を投入。プラント内の周期コード、これあれかな、テクノポリスの話かな。滝壺の年4月ネカの日、 RL1 を投入。プラント内に変化をもたらす実験を試みるが失敗。あー、なんだろうね。気になる気になるけど、ちょっと一旦帰るか。